どうもどうも、あたしあたし、あたしです。あたしだよ。これマイクすごいね。これあの Bluetooth ですごい繋がってるんですよ。だから多分この辺に置いとけばあれだよ。私あのマイク泣かせだからね。あでもね、なんかハイトーンだから、あのいい具合にカットしてくれる。あーすごい、やっぱそういうクリアなね。そうなんです。クリア、優しくしてもクリアになんない。今日ねたまたまあのお店のちょっと滑ろう会的な、あの大々的にはやってないんですけど、あなるほど、ちょっとね滑りに行こうかぐらいな感じで、シークレットのやつね。はい、どっちかっていうとスタッフが滑りたいから行こうぜぐらい。あお客さんも一番喜ぶやつね。あ、そう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 。っていうのをやってたんですけど、いたんで。出会っちゃったんでね。出会っちゃったんで。これ取らないわけにはいかないよね。一本ね、取ろうかなと思います。やりましょう。よろしくお願いします。何やる？何やる？いや、もう自由に。あ、滑るの追っかける感じ？あ、そうです。あ、オッケー。もう自由に滑ってもらって。それをみんなに見てもらって。今日気をつけながらね。喋りながら滑ればいいんだね。うん、あ、喋りながら滑りますか。あ、どっちでもいいよ。あ、じゃあこれつけて。だいたいこれつけて滑ると、はい、ふーしか言わないから。あ、じゃあ楽しんでる。なんか足元につけて。ああ。ゴリゴリ音が。足元。いっぱい聞こえるみたいな。あ、おもろいねそれ。そういう感じどうですか。大丈夫かな、心配。やっぱ大丈夫かな。上の中に入れてブーツのところに挟めば多分落ちないと思う。ゴリゴリ音調子と、はい、ゴリゴリギャ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 、もうギャ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 って音しかしてない。ゴリずらした時とかすごそう。あ、いいっすね。結構私この時期ずらすからさ。いいっすね。シャーとか。生さんのチャンネルでチャラ取りの第1回この前アップされたんで。あれね。それも見てください。あれ結構ああいうのみんな求めてんだなってことだよね。そうですよ。多分あれね、カットされてた部分あるじゃないですか。うん、多分あれをみんな来たがってると思う。あの、ハウトゥーでせっかく言ってんのにね、ブルルって早送りされててさ。でも、本当そういうのやろ。一個実験していいですか。うん。あ、で、これ、もう、ラマさん多分何本か滑ってるんですよ、ね。うん。あ、一本目、今日は。あの、僕、身体操作できるようになったんですよ、人の。いやー、パフォーマンス下げないで。パフォーマンスね、上げる方でやる。上げる方ならいいや。上げる方ならいいや。この間危なかったから、マジで。マジで危ないから、気をつけた方がいいよ、みんな。谷口さんとなったら、機能下げられるよ。下げるのも上げるのも両方できる。マジで切ってくるから、なんかよくわかんない術使ってくるからね。気をつけた方がいい。なんで今日、ラマさんの身体能力を上げて、滑ってる最中のラマさんの、え、何これっていう、驚きを声に収めていけたら。私ね、そういうのね、すぐ出ちゃうタイプ。マジで。思い込みの影響も超強く受けるから。で、ビフォーアフターはないんで。やばいな。ラマさんの勝手な感想になります。じゃあ、やってみましょう。この間もだってなんか、切ってきたもん。これちょっとね、見せられないんで。うん、僕の方に倒れててください。はい。もうちょっと強めで。で、鼻で吸って、あ、押したまま。鼻で吸って、口で吐く。倒れたままで、押したままで、鼻で吸って、口で吐くように。ああ、はい、なんかしてくる。ちなみに感覚的に何か変わりました？元気。元気、なるほど。これ滑りでどう変わるのかを聞きたいんですよ。いやなんかさ、いきなりギュンギュンやらないタイプだからさ、いきなりギュンギュンしてみようかね。じゃあ、危ねえ。髪がなんかいいな、いきなり。ああ、いきなり髪めっちゃいいやん。おーほい。髪がいいね。あんまり。おーほい。
髪がいいやん。髪がいいっすか。髪がいい。より立ってるだけ感出たの分かります。何もしてないけど、髪がいい。いつもほら、じくじく言ってるじゃん。はい。軸のこと気にしながら軸を取ろうとするんだけど。あ、はいはい。今気にしなくていい。気にしなくていい。なるほど。ありがとうございます。何それ今ね、僕の撮影に、付き合ってもらったんで、合流する地点を忘れて、通り過ぎちゃったんですけど、ラマさんのせいではないんで、僕のせいなんで、イタルさん、怒らないでください。これ動画見てる人わけわからない。どうだった今。いや、なんかね、いつも私、じくじく言ってるじゃん。うん、で、まだやっぱ未熟だから、軸を意識して滑らなきゃいけないわけ。はいはいはい、まだね、完璧に身についてないから。けど、そんなに軸を意識しなくても、うん、噛むね。軸で立てる、うん。噛むっていうか、軸で立てるから、髪が結果良くなったって感じ。はい、多分、軸を意識して滑ってたから、うん、軸にとらわれてたけど、うん、今、軸にとらわれなかったから、自分の身体操作でもうちょっと遊べるなってなってたでしょ。うん、すごい楽しかった。あと自由度増した。ああ、そうだよね。軸意識すると、その軸を保たなきゃっていうので制限を受けるから。姿勢こうしなきゃみたいなのが結構近い感じになっちゃうね。なるべくナチュラルにやろうとして、自分がナチュラルじゃなくなることもあるから。はいはいはい。いや、今の楽だったな。なんで？何これ。ラマさんに足りてない軸を入れたんですよ。それ見つけるのに何本もやってんのに。それ見つけるために何本もやってんだ、私は。すごい時間かけてやってんだよ、今シーズンだって。これすぐ分かっちゃうんですよ、もう今。すごいな、うん。だから教えるときも、軸入れさせてあげてから教えたら。きなくせーめっちゃ楽なんですよ。きなくせーうさんくさいでしょ。うさんくせーでも、ごめん、でもしょうがないんだ。変わるんだよな。思考っぽいな。でもぶっちゃけ自慢するわけじゃないんですけど、何がすごいかっていうと、僕ほぼレッスンしてないんですよ。ああ、なるほどね。だからこれでお金稼ごうっていう気はさらさらないんで。なるほどね。みんなで実験して。気になるー。それ余計気になるやつ。みんなで実験して楽しむっていうのだけをね、やってるだけなんで。みんなちょっとスライドライってそれちょっとやってくださいよってなった方がいいよ。一回やってみ。ブーツの時と同じ感動っていうか。あ、そうですね。あ、ブーツもね。ブーツじゃねえんだけどな、俺、みたいな。あ、もうキャラ出ちゃった。キャラ忘れてた。私さ、グーってやられただけだよ。具体的には言わない、見せないんだけど。ブーツもね、またちょっとレベル上がったんで。マジ？また変わりました。でも片方しかやってくんないんですよ。いつも片方だけじゃん。片方だけやるんで。お試しに。でも私、どうせ片方だからな。そうですね。どうせ片方だから。でもね、両方やったらね、その軸作りすごい楽なんですよ。してもらいに行こうかな。やっぱしてもらいに行こう。菅平行くから。加工しに行きますか。行く。菅平行くから。すぐ。あ、いいっすね。じゃあ、また菅平でちょっとタイミングあったら。行く前に行きます。はい。また滑りましょうよ。軽井沢来た時も朝あったらやってもらおう。そうっすね。昼ぐらいに多分飯食ってる。この時期はいつも軽井沢来てるから。そうっすね。最高ですよ、軽井沢。いや、楽しいですよね。いや、もうキレッキレですよ、もう。なんか、オフトレの効果を一番感じることできるのが軽井沢。感じる、感じる。このクラッシャーの雪ってそういう雪だから。そう。いつも同じじゃないですか。みんなやった方がいいよ。だから、なんか、オフトレとかしてる人は、そのオフトレが意味があったのかどうかが、多分感じれると思うんで。この時期、このクラッシャーの雪で軽井沢に来てみんないろいろやった方がいいよ、絶対。マジで天然雪とはやっぱ全然違うから、崩れる固まるがしっかりしやすいから、イコールコンディションなんですよ。ああ、はいはいはい。で、それですよね。午後になるとそのイコールコンディションが一気に乱れ始めて、その荒れたバーンの処理の練習にめっちゃなるっていうね。1日で2度美味しいから、ぜひ遊んでください。このイコールコンディション大事なんで。ああ、イコールコンディション。イコールコンディションはもう本当大事だからね。みんなゲレンデの中でイコールコンディション探して。なんでカービングの人たちがアイスバーンっぽいところで滑るのかっていうのが。あ、それはもう、そこに詰まってるね、もうそこだよ、本当に。
確認するのすげえ重要だから、みんなやってみてください。はい、山さんでした。ありがとうございます。Yeah.